小野田坂道役を務めさせていただく大悟小太郎です。よろしくお願いします。役が決まったと聞いた時は本当に嬉しかったです。優しくてすごい気が弱くてオタクなんですけど、自転車に乗るとすごいかっこいいんです。こんな個性豊かなキャラクターを演じさせていただけることが本当に嬉しいですし、今から楽しみでワクワクしてます。とりあえず緊張は見せちゃダメだなと思ったんで、周りにいた人たちはもうかぼちゃみたいにもう何も気にせずにやらせていただきました。村井さんや小越さんの後ということで、ものすごいプレッシャーは感じているんですけど、抜擢していただいたからには一生懸命やらせていただきますし、自分にできる限りの限界まで小野田坂道に必ず近づけてみせようかなと思っています。あとは原作ファンの方々や今までの舞台に足を運んでくださった皆様に喜んでもらえるように頑張りたいです。初舞台初主演ということでとても緊張しているんですけど、精一杯頑張ります。みんなでストイックに頑張って最高の舞台を作り上げていきたいと思いますので、皆さんぜひ見に来てください。まあ、素直に嬉しかったですね。本当にこの弱虫ペダルっていう作品が自分は大好きで、でその中でもこの舞台に出させていただくんだったら、もともと弱虫ペダルっていう作品も好きですし、舞台弱虫ペダルも何度か見に行かせていただいて、太田元博さんがやってたこの今泉俊介のユニフォーム、着ていたユニフォームを自分が着るっていうことが本当に想像していなかったので、今初めて今回袖を通させていただいて、あ、今ほんまに着てるっていう、このまあもちろんしっかり地に足つけないといけないんですけど、まだふわふわした気持ちですね。舞台弱虫ペダルっていう作品に出させていただくにあたって思ってたのは、たくさんの方が本当に命を削ってこの舞台弱虫ペダルをつなげてこられたので、しっかりと自分たちも次に向けてですね、しっかりとバトンをつなげていけたらなと思っております。率直に嬉しいです。僕も一番原作で好きなキャラクターだったんで、今からすごく楽しみな反面プレッシャーでもあって、でも楽しみです。原作弱虫ペダルの漫画があって、そして今回舞台とそこまでつないできたものを僕は新しくつないでいくわけなんですけど、そこはもう踏襲しつつ、自分ができる、まずはなるという役をやって、新しいなんか弱虫ペダルという作品がより面白く、より感動的になればいいと思うので、ぜひ見に来てください。今回大人気原作大人気舞台の鏑木一茶役という役をやらせていただけることになって本当に嬉しく思ってます。僕自身が初めての舞台のオーディションだったんですけど、やっぱり周りの方々がすごく上手くて、実際自分が決まるとは思ってなかったんですけど、この役をいただいたからには先輩方を追いつけ追い越せの精神で頑張っていきたいと思います。初めてだからとは言わず、これから自分で頑張っていって、ちゃんと弱虫ペダルのキャストとして認められるような人になっていきたいと思います。なので皆さん お願いします。僕もともとアニメとか原作漫画の方のファンだったので、もう決まった時はものすごく嬉しくて、電話来た時に街中にいたんですけれど、そこでも大声でうわーってひたすら叫ん で、その後も何日かこう夢じゃないかなって思うぐらいすごい嬉しかったので、その合格通知のメールを携帯の方の待ち受け壁紙にして、ちょっと毎朝確認するっていうのがちょっと日課になってました。そうですね、弱虫ペダル一言で言うと疾走感だと思うんですよ。舞台なんかも本当にこう疾走感が伝えられるような舞台だと思うので、景色とかがないのが逆にこう想像力をかきたてられて走ってる気分にさせるので、本当にその一人として皆さんにこう自転車乗ってる気分というのを伝えられるような人間になりたいなと思ってます。僕小柄なので本当に小柄らしく、肩を痛めても、仮に腕を折っても最後まで走り抜けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。